ノーマルとは違った部分が、これちょっと残念ですけどね。欧州の車はやっぱそういうこと考えないですよね。艶消しのブラックでプラスアルファになっているオプションとしては、ラブカツ TV 川口学です。今日はポルシェマカンに追加された GTS、 これを内外装徹底チェック行ってみたいと思います。さあ、これがポルシェのマカンに追加された GTS ということになるわけですけれども、まずはおさらいで3サイズですね。全長は4680mm、全幅は1920mm、そして全高は 1610mm ということになります。このような感じで、まあもう皆さんおなじみのモデルですけれども、今回は GTS ということですので、少しずつですね、ノーマルとは違った部分があるぞというのが特徴ですよね。で、まずどのあたりが違っているのかなというところですけれども、GTS はノーマルに対してブラックのパーツが結構増えているというのが特徴なんですけれども、まずバンパー周りですけれども、はい、このように開口は通常のモデルと同じなんですが、ここですね、ちょっとこうこの辺りのエアのインテークの形状がスポーティーになっております。で、ここにウィンカーのレンズが入るということですね。このような感じになります。それとフロントのインテークなんですけれども、このサイドから入れて、このウィンカーの上下をこう抜けてるんですけれども、ここに入れた空気は後ろに流れて、タイハウスの後ろにこう出てくるような感じになってるわけですね。これでここから空気を流して、このホイールハウス内の圧を抜いてあげるということになります。そしてサイド回り込んでくると、サイドで印象的なのはこのドアの下の部分のプレートですね。ここに GTS のロゴが入っているのが見えると思います。これが違いです。で、さらにウィンドフレームなんかはブラックになっているのが特徴ですし、その上のルフレールもブラックで、さらにリアスポイラーもブラックになっていてという感じで、全体的に黒で占めているというものになります。なので社名を示すエンブレムもこのようにブラックのクロームになっているということですし、マフラーもブラッククロームになっております。で、この2本出しずつの計4本出しの間はディフューザー形状になってますね。で、さらにテールを見ると、テールはこのようにちょっとクリアタイプのものになっているので、ここがノーマルとは違うところですね。ノーマル赤とか少し入ってるわけですけれども、クリアになっていて、なおかつポルシェのロゴもこのように艶消しのブラックで、マカン GTS のロゴとコーディネートされているということになるわけですね。ちなみにこの車は、はい、アルミルックのフューエルキャップがついております。アルミルックなのでアルミではないんですけれども、まあ、この辺りもオプションで、ね、あるんですね。さらにオプションとして、このスポーツデザインドアミラーというものが採用されているわけですけれども、こうステーがですね、2本になっていて、まあ、これは非常にこうスポーティーな印象になってますね、はい、で、ボディ同色となっているのも特徴ということになります。まあ、こうして見るとこのマカン、決してサイズ的には小さくはないのですけれども、やはりカイエンなんかから比べるとだいぶギュッと締まったコンパクトな感じがありますし、デザインそのものもやっぱりスポーティーな表現はしているので、非常にこう数値以上に締まった感じのする車ですよね。なので実際に横幅1900あるようには見えないですし、全高もですね1610あるんですけれども、そんな風には見えないのはやはりこのスタイリングによるところが大きいと言えますね。やっぱりこうノーズも低くスポーツカー的に始まっていて、ルーフラインもかなり A ピラーが寝たような処理になっていますし、リアのテールもですね結構倒れているような感じになってますので、そういう意味では非常にこうスポーツカー的なフォルムを持っているということで、これはまあカイエンなんかと比べると、もうこちらはですね明らかにスポーティーなデザインというのが特徴になっています。はい、そしてタイヤのアルミホイールですけれども、これは GTS モデルはブラックのサテン仕上げのホイールが備わっています。タイヤサイズは265の 45R20 という20インチサイズ、
そしてその奥に赤いキャリパーのブレーキシステムが備わっているのも特徴ということになります。このあたりは GTS ならではの装備ということで、まあおそらく好きな人だったらここにさらに PCCB をつけると、まあ、キャリパーが黄色になるということですけど、これはだからソリッドのディスクですから、まあ、ブレーキ自体はですねこの GTS に標準でついてくる赤キャリパーということになるわけですね、はい、で一方でリアタイヤですけれども、リアタイヤは295の 40R20 ということで、フロントエリアはやはり少し太めになっているのが特徴ですね。こちらも赤キャリパーになっています、はい、このような感じですね。ではエンジンをチェックしてみたいと思います。でボンネットはマカンの場合はこのようにフェンダーから全部持ち上がるタイプなのが特徴で、ライトユニットがむき出しになるということですね。で見ると、はい、搭載される 2.9 リッターの V6、 これは GTS 用のチューニングを受けたものになっているというのが特徴ですね。当然ですねマカンターボほどではないですけれども、マカンターボと S の間に位置する出力特性ということになります。ちなみにパワーバーはこのようにエンジンの後ろに走っているタイプということですね。ここはサスタワーなので、サスタワーのさらに外側にタワーバーを入れているという、非常になんか面白い、あんま見たことない感じのタワーの渡し方にしてますね。ちなみにダンパーは左右2つにあって、キャッチはこの左右に2つあるタイプということになります。ではインテリアをチェックしたいと思います。はい、もうすでに皆さんにはおなじみのこのデザインですけれども、今回のこのマカンの GTS 室内なんですけれども、室内でプラスアルファになっているオプションとしては、アルカンタラのルーフライニング、そして BOSE のサラウンドシステム、アルカンタラ仕上げのルーフハンドル、クレヨンのシートベルトという感じですね。なので室内のこのレザーは GTS のインテリアレザーパッケージというものになっているものですね。なので特別なオプション料金というのはかかってないですね。でまずはドア見ていきますと、ドア一番上のレザーはブラックで、そこにクレヨンのステッチが入っています。そしてその下にシルバーのラインが入って、さらにその下にブラックのなんかこうヘアライン仕上げのような感じになったパネルが入っていて、でその下がレザーになっていてという感じですね。でこの辺りはもうほとんどブラックとシルバーでコーディネートされているというものになります。でドアを開けるとスカーフプレートにはマカン GTS という、このやはりドアについてたと同じ黒のヘアライン仕上げのプレートが入っていると。そしてダッシュボードですけれども、ダッシュボードはブラックのレザーが貼ってあって、同じようにクレヨンのステッチが走る、そんなデザインになっていて、じゃあ実際乗り込んでみましょう。はい、このようにインテリアのこの部分もそうですね、ドアと同じブラックのヘアラインのパネルが入っているということになります。そしてシートはヘッドレストに GTS のロゴが入っていて、これもブラックレザーとクレヨンステッチ、これは GTS のインテリアレザーパッケージというものになっています。これだから標準でついてくると考えていただければいいと思います。でメーター見ますと、真ん中のメーターの針の上のところにですね、中央の部分に GTS のロゴが入っていて、右側に今マカン GTS の車のシルエットが現れています。そしてこの車の場合は、はい、イージーエントリーなので、これを回すと、はい、このように目を覚ますということで、排気音はこんな感じです。これは車外の音を聞いていただければと思います。でこのようにインテリア基本的に通常のカイエンと変わらないわけですけれども、この車はブラックとクレヨンのツートーンということになります。ハンドルは右側ですね、コントロール関係ですね、この画面のコントロールボールが入っていて、左側はこれボリュームとかですね、そういったものが入っています。そしてここにスポーツクロのパッケージ、スポーツ、スポーツプラス、このようにパーソナル、ノーマルという切り替えができます。でアダプティブクルーズコントロールのレバーはここにあるということですね。でパドルはハンドルと一緒に動くタイプが備わっています。でその後ろにウインカーとライトスイッチあると。ちなみにライトのスイッチはここにありますけど、まあ通常オートにしておけば特に触る必要ないですね。
そしてこのようにスポーツクロノがあって、ナビ画面があって、その下に操作系のパネル、エアコン吹き出し口、そしてエアコンの操作スイッチ、温度表示があって、こっからですね、ずらーっとボタンが並ぶのが、はい、このマカンの特徴ですね。1世代前のパラメーラとかカエンとかも、まあこういったテイストのものを使ってましたね。最近はちょっとずつ変わってきましたけれども、これまあだから1世代前のデザインという感じですね。そしてここにマカンのロゴが入ると、パーキングブレーキのボタンここにあるという感じですね。ここは下段が車の機能ですね。 ESP とかサスペンションとか、まあ、オフロードモード、そしてこれはレーンアシスト、でこれがスポーツエグゾーストですね。でアイドリングストップ、その上に左右で同じものが、ここはエアコンの操作、運転席助手席側で独立してスイッチが全部あるということになりますね。でシフトノブの後ろ、今鍵入ってますけれども、ドリンクホルダーがあって、その後ろアームレストを開けると、はい、このようにSIM と USB の C が2つと SD のスロットがあります。でそこにゴムが貼ってあって、深い物入れになってますね。でミラーは、はい、フレームありのタイプで、そしてここの部分にルーフのライトスイッチ関係が集約されています。でルーフはですね、ライニングがアルカンターラになっていて、これいいですよね。アルカンターラのルーフライニングはちょっと憧れますね。でバイザー開けると、このような形でチケットホルダーあって、横に開くと上のランプが光るタイプになっています。でドラポジをチェックしたいと思いますけども、スポーツシートなんで、この肩のサポートがすごくあるのが特徴ですよね。非常にこうしっかりとしたサポートしてくれます。そして、はい、ご覧になっていただいて分かるように、この車の場合はシートベルトがクレヨンになってますので、このような、まあ、ステッチの色とコーディネートされているという非常におしゃれなものになっております。ちなみに天井は拳2つ分ぐらいの余裕があって、おー、これがアルカンターラのドアハンドルだ、すごい、ここまで凝ってるといいですね。これも高いですという感じで、まあ、ここら辺は閉塞感ほとんどないですね。じゃあリアシートチェックしてみたいと思います。さあリアシートですけれども、リアシートもヘッドレストに GTS のロゴが入っているのが特徴ということで、さらにこのサイドの部分がちゃんと肩のサポートが入ったバックレストになっているということですね。こちらもステッチはクレヨンが入っていると。膝前拳 1,2,3 個分ぐらいですね。足元台座が盛り上がっているので、レールが足に当たることはありません。で足入れて上下には動かせないですね。そして座面、膝裏までしっかりとあるタイプ、背もたれも肩の上までしっかりあるタイプということで、非常にたっぷりとしたシートになっています。開けるとここまででした。ちょっとこれ残念ですね。でブラックの内装でルーフラインがアルカンタラなので、ちょっとこの辺暗い感じがしますね。ここに LED の、はい、読書灯がついております。後ろには窓があるんで光は入ってきますけれども、全体的に今はちょっと暗い感じというのはありますね。とはいえしっかり座れるサイズではあります。ただし真ん中はセンタートンネル、このように出ているので、これちょっときついかなと。そして USB の C が2つあって、エアコンの吹き出し口と温度調整ができるようになっていると。さらにここを引っ張ると、はい、アームレスト出てきますけれども、まあこれね、ポルシェのリアのこのアームレスト内蔵型なんですよね、ドリンクホルダーが。これちょっと残念ですけどね。さらにここをポチッとすると、はい、トランクが抜けるようなタイプになっている、4対2対4の分割加工のシートということになります。ヘッドクリアランスは拳1個半ぐらいの感じなので、まあカイエンと比べるとサイズはコンパクトになるんですけれども、まあこうして乗るとリアシート結構スペースがあるなという、そんな印象です。ではラゲッジをチェックしたいと思います。マカンの場合はラゲッジのオープナーはここです。リアワイパーの下にボタンがあるので、ここを押すと、はい、このように開きます。鍵を持っていればハンズフリーで開けることができます。で開けるともうスクエアなラゲッジは欧州車の定番ですね。本当にもうきっちりとスクエアになっております。日本の車だったらこの辺りをですね、えぐってゴルフバッグを横に積むっていうのをやっぱりかなり頑張るんですけれども、欧州の車はやっぱそういうこと考えないですよね。大概斜めに乗せるか、まあ、後ろ倒しちゃえばみたいな感じで、まあ、みんなでそもそもゴルフ行くっていう概念がないので、長物は乗せるときは、まあ、倒せばいいやみたいな感じの感覚ではありますよね。でここにパワーアウトレットの 12V が入っているということになります。で開けたところの吐き出しの位置が、この部分がですね、ちょっと高めかなという印象ですね。荷物を乗せるときはちょっと持ち上げる感じというのはどうしても出ますよね。そしてこちらサイドにはネットが入っています。さらにこう開けると、はい、このような感じでかなりのスペースが確保されています。でこれは
畳んでこのように開くこともできると、折りたたみ式にはなっていますね、はい、このような感じになっております。このカバーは紐タイプですね。これを引っ張ると、はい、開けるとこのようにトノカバー取ると4対2対4の分割カットになってるんですけども、こちら側から倒すレバーがないので、ここで倒したいんですけれども、ちょっとね、なかなか身長168センチの僕だと届かないので、この場合はやっぱりこちらに回り込んで、ここを持って、はい、倒すという感じで、これがちょっとね、めんどくさいですよね。後ろからやっぱり倒せると非常に楽なんですけれども、それがちょっとないのが辛いところ。はい、このように倒れるということで、倒した状態だとこのような感じで、まあ、自転車そのまま乗せられるぐらいの奥行きはありますので、これ十分なスペースというところですね。はい、というわけでポルシェのマカン GTS チェックしてきましたけれども、まあ、走りが楽しみな1台という感じですね。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカツ TV では取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカツ TV 川口学でした。